皆さんこんにちは、キリアです。イース8 PS4 版、こちらの続きをプレイしていきましょう。さあ、こちらジャンダルヌの前回来たところまで戻ってきました。前回ここ洞窟を抜けてここへ来て、それでこの辺りで漂流村が攻められているという知らせが来て戻ったところですね。で、これで待って、どっちへ行くんだ、わからん。とりあえずこっちはまだ続いていきそうだから下から行ってみますか。やっぱこの最適はサードに交代したりしながらやっていかないと、そろそろ敵が強いので。お、 T のメモ、古代種を調べるうち自然とこの鉱山に行き着いた。次第に種類も増え、明らかにこの地に生息していることがうかがえる。これが外界と隔絶したセイレン島の真の姿なのか。どうやら生きて帰るためにも私は関わらざるを得ないようだ、この島の大いなる神秘に。おお、 T も攻撃、ちょっと待って、 T もここへ来ていたようですね。待て、これが古代種なのか。古代種だったら戦う必要がないんですが、あ、これやっぱり古代種ですね、倒せない。ではここでこれだけ取って珍しい品です、ね、よし、戻りましょう。で、こっちか。何かあるぞ。骨が折れそう。おお、ゆっくりした。あ、ここ落ちるのか。まだまだ。さあ、戻ってきました。さっきの敵、敵の下に落ちてるぞ。よし、じゃあどんどん進んでいきましょう。この辺の山。まあコメントでもご指摘いただいたんですが、やっぱりね、これは敵に合わせてこっちもキャラを変えて戦っていかないとこの先結構厳しそうです。もう先へどんどん進んでいきたいところ。よし、まあ一人役さん、これはダメージ受けるのか。うう、よし、このサソリみたいなのは、そこれは古代種じゃないですよね。あれ、アドで死んでる。くぅ、敵強いやん。で、これを使いますか。まだまだいけます。進んでいきましょう。敵が強い。ここはクラサード任せた。任せろ。このハッタイムのハードでやって行くぞ。で、進んでいきましょう。これは上にも行けるのか。上をちょっと見てみますか。よいしょ。あ、う、登れ。よいしょ。登れないのか、ここは。では、これで下に降りる。
てこっちか。この古代種は素材を取れ、素材を取りたいだけだ。よし、これって下に落ちるのかな。下に落ちたらどう、びっくりした。待て、下に落ちたらどこか行くのか。ヒールポーション古代種ばっかりだな。どうなってるんだ。確かに数が増えています。この島は一体、ちょっとで向こうの方にも行けますか。こっち、ちょっと待て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 、今のずる。まだまだいける。くっ、待って、これ、ちょっと待て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 、落ち着け。よし、こっちから行こう。あっちの方は気になりますが、こっちからも回っていけるのかな。切り裂け、まだまだ俺ら成功するぜ。まだまだ妙な成功体だな。こっちへ行ってみましょうか。妙な手応えですね。任せだ。お、宝箱。よいしょ。あれ、宝箱は降りるのか途中で。どうしたのか。こっちは、え、こっちにも続いてる。宝箱は下、ここの下。よいしょ、倒したのか。ちょっと降りてみますか。お宝発見だ。おお、よかった、これか。鏡獣の皮。おや、何かありますね。これは珍しいな。はっ、はっ、妙な手応えだな。これは探索はまた後でにして先に進むことを考えた方がいいかな。妙な手応えだな。これはやばい、なんか分からなくなってきたぞ。かなり入り組んでますが、この課題的ばっかりか。なんかあるぞ。よし、抜けた。で、そこに宝箱がある。アイアンシールド。倒したのか。鋼鉄製の本格的な盾、思いだけに防御力は十分。防御力プラス7か。今盗賊の手袋というのを手に入れて、これを装備してるんですが、これのままでいいかな。いや、いいか、これでいきましょう、そのままで。これはこの宝箱があっただけか。で、下に降りるとさっきのところへ戻る。うおー、びっくりした。あ、っていうかさっきここを登ってくるとここにたどり着くことができたということなんですね。もうやだ。くあ。倒したのか。よし。倒したのか。もうどんどん先へ行きて、行きましょう。こっちでいいんですよね。倒したのか。これは2つに分かれてる。おや、何かあるぞ。やっ、終わった。無理すんなよ。ミキサ、頼みます。サハド、毒か今。よし、これは向こうから来ても同じか、繋がってただけ。いや、宝箱があるぞ。倒したのか。はっ、はっ、よいしょ。宝箱はこの下。おや、宝箱だ。何かありますね。頼みます、サハド。任せろ。
せろ。青き調合書知、これか。止血薬の調合書、知識のある人物に渡そう。ふむ、じゃあこれはリヒトに渡せばいいのかな。ここからは戻れないか。じゃあもう一度向こうから回っていきましょう。さあここまで来ました。でここから先、おっとこれは何か人の住んでいたというか拠点になっていたんでしょうか。小屋がありますね。お、これは小屋か。近づくまで全く気づかなかったぜ。カモフラージュされてるんですね。なんだってこんなに葉っぱや枝で覆われてるんだ。おそらく獣や古代種の目を欺くための工夫だと思われます。小屋自体もどうやら手入れされているようですね。ってことはこんな場所なのに誰かが住んでいるってことか。ええ、住んでいる可能性は高そうです。のか住んでいたのか。ごめんください。手入れがされているってことは住んでるのかな。返事はない。中に人の気配は感じられないようだ。お、誰もいねえみてえだな。留守にでもしてんのか。開かないのかな。あ、開いた。おお、食べ物とかもちゃんとありますね。じゃあやっぱり人はいるのか。やっぱ誰もいねえみたいだな。ええ、一体誰がここに。おお、漂着物に植物で作った器、どれも丁寧に扱われているようです。一人でやったのかこれ全部、それとも仲間と一緒に住んでいるのか。火は入っていませんがよく手入れされていますね。だが昨日今日は使ってねえみたいだ。やっぱり留守にしてるってところか。はあ、無事なんでしょうか。ハンモックが二人か。ああ、本当だ、二段ベッドみたいになっている。手帳みたいだな。勝手に拝見するのは気が引けますが。お、え、見覚えのある字。あ、 T とか。はあ、この手帳にもどうやら古代種のことが書かれているようです。彼らの表皮は想像以上に硬く、通常の武器で仕留めるのは不可能だ。しかし、を用いることで対抗することはできるかもしれない。擦れていてうまく読めませんね。これはやっぱりダーナ編で出てきた。なんだっけ？なんとか、ヒーロー金。ヒーロー金でしたっけ？それを使えばいいんじゃないでしょうか。古代種に対抗する手段があるというのでしょうか。ゴワゴワに波打った本がたくさん並べてあるな。どうやらすべて漂着物のようです。濡れて乾かしたものか。中世騎士物語に大衆向けの娯楽小説、紅茶の入れ方読本。あんまりなんか、なんだ？なんか感動小説的なものでもあったのか。調べることはできません。ん？あとこれか。お、花が飾ってあるな。
住んでる方がいらっしゃるのはどうやら間違いないようですね。ここへ登ってくるまで誰にも会うことはありませんでした。ああ、じゃあ先に進めばいいのか。そうなると小屋の住人はさらに先にいらっしゃるのでは。そうですね。そうしましょうか。では行きましょう。の方はこれか。これはショートカットできるようになったりとかかな。素材とかあるのかな。お、縄橋行こう。これははしごを下ろしておけばまたここへのショートカットになるということか。いや違う、ここはあれか、最初に登ってきたあそこのこの回が始まったところのあの場所か。なるほど、ここに出てくるんですね。あの最初にこの山に入る時に通った洞窟を出たところがここなのか。でここから、この縄ばしごを使って、この小屋のところへ来ることができる。おお、これは便利になりましたね。おお、ではここから先へ行ってみましょう。ここは特に何もないか。うおっと、で下の方からじゃあ行ってみましょうか。宝箱、お宝発見だ。よし、やみます。さあ、出るよ。出るよ。ありますね。まだまだ、崩れたぞ。出るよ。じゃあ先ほどのところへ戻って今度はこっちへ行ってみましょう。この木は何でもないですよね。すごい特徴的ですけど、なんか寄りかかるような感じになっている。うおー、行くぞー。うおー、よし。うおー、びっくりした。ヒュンってなった今。さあここなんかこれ半端にこれがあっておかしいなと思ったんですよ。よし、なんかあるぞ。行くぜ。僕の番だな。でこの石の巨大な階段みたいなのはここに来るまでもありましたけど、これは自然にこういう形のってできるんですかね。なんてきつい登りでしょう。アドル、ジョーちゃんが休んだ方がいいんじゃないか。休みますか。大丈夫です。何かあるぞ。もう少し進んでみましょう。てかこんだけ標高高いからあれも大変ですよね。高山病的なものも。もうあの階段が自然にできたものなのか人が作ったものなのか。ではまた答えしか。よし、行きましょう。お、なんかあるぞ。よし、素材だけ取って、もう敵は無視。何かあるぞ。よし。お、セーブポイント。で、こっちに。こっちに宝箱が。宝箱です。セイレン麦。これはなんだ。あ、これあれか。サハードのクエストのやつ。
お、この木は持って帰る。祈願の木にぴったりだな。おお、確かにそうだ。大きさといい、全くあつらえたみてえだぜ。よし、村に持ち帰ったら早速植えてやらねえとな。あ、持ち帰るんだやっぱりこれ。アドル、また手が空いた時にでも手伝ってくれ、頼んだぜ。そうですね、手が空いたら祈願の木を手に入れた。今持ってるのか、あの木を。木の苗とかじゃなくて木を持ってるんだ。これか、祈願の木。白い木と青々しい葉の若木、集落に植えて願いをかけよう。よし、はっと、ひと休みできそうです。さあ、ではここまた洞窟へ行ってみます。なんか急に静かになる。しかもセーブポイントが前にあったからボスとか出てくるのかな。声が響く。はっ、今のは普通の獣ならいいんですけど。近くに古代種が潜んでいます。やっぱり古代種か。あ、あれか、あいつ。アバロドラギル。こいつは漂流村を襲ったのと同じ。来ます、二人とも気をつけなさい。よし、その顔、ちょっと待って、今これは何だ、血が出てるのか、止血。よし、でヒールボーゾン。あ、ちょっと離して。あ、で、渡ってるか。おお、追ってくる。まだなるよ。辛いな。って。一旦落車に。タイミングが、回避のタイミングが、むずいぞ。よし。待てまず蘇生薬で生き返らせて、で状態異常無効化と攻撃防御力アップ。あ、そっか、一緒には使えないのか、しまったな。ではヒールポーション使って、ここら辺使っていきますか。攻撃をしてる時にあれが来ると、
うおっと、やばいのが来そうだぜ。回復しなければ。あれ、R ボタンのゴールがなかなかできない。うぅ、くそ。アドルがもうすぐレベル上がりそうだからこれを使うのももったいないな。よし、これはもうちょっと大事にいきましょう。もう回復アイテムほぼほとんど使ってしまったので。あんだけ離れてても食らうのか。参ります。あ、違う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 。もうこれ離れて離れて戦う離れて戦う。スキルスキルポイントが足りない。どんだけこれホービングしてくんだ。くもうちょい、もうちょいなんですけど。よっしゃ。ああ。やっと倒した。やったのか？やってないですよね。立ち上がりやがった。やはりダメですか。アドル、ここは一旦引いて。いざ助立ちつかまつる。お、なに、女の子。やが逃げていきやがった。な、何が起こったんだ。とにかく助かったみたいですね。はあ。お前たちひょっとして人間か。はい、そうですけど。お、女の子。野生児とかそんな感じなのか。人間を見たことはないとかそんなのかな。リコッタっていうか、この子もすごい服着てますよね。リコッタの名前はリコッタだ。どうぞごひいきに。リコッタの名前はリコッタだ。これなんかちょっと動いたらもう上のは服がポロっていきそうな感じですけど、大丈夫なのか。お茶これもう本当脱げそうじゃないですか。客が来たらお茶を出すって聞いたことあるぞ。あ、っていうかここリコッタの家だったんだ。ええ、ありがとうございます。あら、いい香り。驚きました。とても美味しいです。確かにな、こんなものがここで飲めるとは。えっへん、リコッタ特製だ。茶葉から作った。そうなのですか。リコッタちゃんは本当にここで暮らしているのですね。まあな。それでお前たち誰だ。これこれ、こういうものです。アドルたちは自己紹介して島の外からやってきたことを話した。島の外から
上と同じだな。ほう、父上だって？親父さんがいるのか？それが T か？本当の父上じゃない。でもリコッタに言葉を教えてくれた。なるほどな。血はつながってないってことか。リコッタ、いろいろな本で今も言葉を絶賛勉強中だ。漂着物の本で言葉を、ひょっとしてお茶の入れ方も？あ、そんな本ありましたね。本はとても大事。たくさん島の外のこと書いてある。へえ、なかなかの努力家みてえだな。リコッタ、すごいか？おうよ、大したおちびちゃんだぜ。えへん、実は頭割れるくらい頑張った。うん、さっきは助けてくれてありがとう。お父さんも気になりますけど。それよりお前たち、父上見たか？いや、見てないですね。父上っておちびちゃんのか？お前さん以外誰にも会ってないぜ。そうか、父上出かけたまま帰ってこない。どういうことですか？1ヶ月くらい前に山へ古代史の様子見に出かけた。1ヶ月？でもそれからずっと帰ってない。1ヶ月も帰ってきてないんだ。リコッタ、父上探しに山へ出かけた。でも見つからなかった。そうか、そりゃ心配だな。でもよ、よく一人で古代種だらけの場所を歩けるな。それはこれがあるからな。おう、これは先ほど古代種を退散させた手投げ矢のようですね。不思議な凄みのある金属の矢だ。ほのかに光を帯びているように見える。この金属は古代種、仕留められる。おお。なんだって？確かに見たことのない不思議な金属のようですが、この金属の武器ならば古代種を倒せるということでしょうか？しかり。でもこの矢は最後の一本。作り方は父上しかわからない。ガク、そうなのか。奴らをぶっ飛ばせると思ったんだがな。最後の一本か。でもこれは大きな手がかりです。そういえばリコッタちゃん、そこの手帳はお父様のものですか？手帳？確かに父上のだ。ということは例の T がリコッタちゃんのお父様なのですね。名前はなんていうんですかね。父上の名前、タナトス・ベルダイン。メモにいつも T 書く癖ある。タナトス・ベルダイン。なるほどな、タナトスの T ってわけか。タナトス氏の安否が心配ですね。この島について知識もありそうですし、ぜひお会いしたいところですが、先へ進むには古代種への対策を考える必要がありそうですね。そうですね。その矢に使われている金属さえ手に入ればな。アドル、なんとかならねえのか？そうだな。今戻ってもその金属がなければダメですね。これ結構大事な分岐なのかな。漂流村へ戻ると金属を探しに行くじゃ全然違いますからね。金属を探しに行った方がいいんじゃないですか、まず。それにはあまりに手がかりが少ないと思うのですが。リコッタは場所は知らないのか。戻りカトリーヌさんに相談してみてはいかがでしょう。確かに、あの姉さんなら何か知っているかもしれんな。お前たちどこかへ行くのか？漂流村へ戻るよ。リコッタも連れて行け。お、父上を探すため武器の手がかりあるなら知りたい。
お願いだ、父上に、父上に会いたい。そうですね、1ヶ月も戻ってないんじゃ、ここにいても。アドル、ここは一つわしからも頼むぜ。おお、なんかもうこのアングル大丈夫なんか、この子本当にこの服は置いていくわけないだろう。ええ、当然です。なんといってもリコッタちゃんは私たちの命の恩人ですから。行きましょう、私たちと一緒に。本当か？ああ、ここにおちびちゃん一人を置いていくのも忍びないしな。感謝感激雨あられそんなに言葉も知ってるか。よろしく頼むぜ。それではみんなで漂流村へ戻るといたしましょう。ぎょい。リコッタがパーティーに加わった。あ、戦うんだリコッタも。おお、じゃあここはむさ苦しい大人よりもリコッタの方で。あ、リコッタもあれか、打撃のあれなんだ、属性なんだ。スキル、お手製トラップ、触れた獲物を噛み砕く、お手製のトラバサミを設置する。へえ。ワイルドスピン、空中で回転しながらコーンを打ちつける。グリーンウィップ、コーンを最大まで伸ばし、渾身の力で叩きつける。激獣アタック、猛獣のごとく突進し、とどめに回転攻撃を放つ。へえ。で、エキストラスキルはワイルドスクランブル。で、左の方の説明には、リコッタ・ベルダイン、パワーと速度を合わせ持った小回りが効くスピードファイター。バラエティに富むスキルは多数が相手でも優位に立ち回れる。へー。さあ、ではこれでリコッタが参ります。承知。リコッタが仲間になりました。あ、これ料理もできるんだ。ではここで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回は漂流村に戻って、そしてもう本当にこれすごい際どいな、この服装が、この服のこの隙間。次回はでは漂流村に戻って、カトリーンさんに話を聞いてみましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは。